果物で電池が作れるってマジって。まあ、そんなことが書いてあるこちら、クイズノックラボですね。クイズノックの須貝くんから先日この本いただきまして、その説はありがとうございました。この実験ね、まあ、果物で電池作れるんですけど、この実験昔自分がやったことがあってね、懐かしいななんて思いながら読ませてもらったんですけど、これね、さすがクイズノックだなと思うのが、その、読者の方に何か知識を得てもらおうっていうのが、きっちりね、筋が通ってる。まあ、動画もね、動画のそのスタンスも同じだと思うんですけど、だから、難しすぎず、で、簡単すぎずって。で、もちろん、やっぱりこういう実験なので難しい言葉とか知識が入るところには、注訳が入ったりとか、ちょっと噛み砕いていたりとか。で、対象実験をしたりとかね。非常にね、面白い。なので、まあ、興味ある方はね、読んでいただけると、全部が全部面白いってならないかもしれないけど、必ず面白い発見が一個でもね、どっかに出会いがあるはずなので、まあ、気になる方は書店や、Amazon の方で見てもらえたらと思います。どうも、愛知です。夏休みが少し経ちました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、まあ5日ぐらいかな、振り返った時に、ああ、すげえ順調に頑張れてるという方もいれば、いや、なんかまったりしちゃってる、集中できてない、うまくいってない、どうしよう、みたいなね、方もいらっしゃると思います。で、今、うまくいってない方は特に、勉強しようという気は起きてるんだけど、なんかうまくいかないとか、勉強机に座った時に集中ができない、なんかダラダラしてしまうなんていう方に、まあちょっと解決策になったらいいなと思うことを3つ今回ね喋っていこうと思いますので、よかったらね参考にしてみてください。まず1つ目が、皆さん勉強する場所は綺麗でしょうか？特に机の上ね。もし机の上が散らかってる方は、時間をとって、めちゃくちゃ綺麗にしてみてください。それだけでもあれちょっと集中できるかもって変わるきっかけになります。そして二つ目はタスクの可視化。タスクっていうのはやるべきことですね、の可視化です。つまり目に見える状態にしてください。具体的な方法としては、その今日やるべきこと、まあ、数学のワーク何ページとか英単語何個覚えるとかいろんなことがあると思うんですが、それをメモかなんかに書いて、見やすいところ、すぐ目につくところに貼っておくんです。人ってやるべきことはもちろん頭の中で考えてるんで、今日これやんなきゃなとかみんな思うわけですよ。でも例えば YouTube を見たりとかテレビを見たりとかスマホいじったりとかで興味が違うところにそれると戻ってこれないんです。なかなかそのやるべきことのところに頭がもう一回戻らないのね。ちなみにこれが今日のタスク、私のタスクなんですが、撮影投稿はこの今撮ってるやつね、まあ、投稿できれば完了で、プログラミングの授業をね前撮ったんで、それを完成させる編集だね。で、打ち合わせは明日テレビ局でちょっと撮影があるんですけど、それの打ち合わせのテーマ出しを先にして午後に打ち合わせをしようみたいな。で、内藤さんと、あのオルタナチャンネルのね、内藤さんと前トークコラボしたんで、それの編集完成させるよみたいな、まあ、こんな感じでタスクやってで、みんなもぜひね、まあ、何個とか決めなくていいからさ、いや、今日やるべきことを書いて貼っておいてください。で、最後三つ目が場所です。まあ、勉強する場所なんですけど、例えば自分の部屋で勉強する方もいれば、家のリビングで勉強する方、街の図書館行く方、学校の自習室、塾の自習室、いろんなのがあると思うんですけど、やっぱり場所を変えるって、ちょっと気分転換というか、集中するそのスイッチが入りやすかったりするので、ぜひね、そのこだわらずに、私は部屋じゃなきゃ嫌なんだとか、こだわらずにやってみるといいです。リビングだと他の人がいてうるさいとか思うと思うんだよね。で、一回先入観持たずにやってみてほしいの。たまたまその日リビングでやってみたら、確かに物音はするしテレビもついてんだけど、あれ割と集中できるかも今日はってことがあるかもしれない。だからいろんなところでまあチャレンジしてみる。別に行ってみてさ、やっぱリビングやだ無理って部屋に戻ってもいいわけじゃん。そのリビングで無理って経験をしてから戻ってくることによって、もしかしたら自分の部屋で勉強するのがあれなんかさっきよりいけるかもってなるかもしれない。だから変な先入観持たずにいろんなところで勉強する、まあ場所を変えて勉強するっていうのもすごく大事なので、ぜひね試してみてください。